はい、皆さんこんにちは。自治体国際化協会ロンドン事務所のビクター・チュアと申します。本日は日本語ができるイギリス人の必要性と日本とイギリスの間の情報共有について発表させていただきたいと思います。主に東協会での仕事上での経験について話したいと思います。まずは少し自己紹介させていただきます。私の仕事では主にイギリスをはじめドイツや北欧などの自治体の政策を調べ、日本の自治体に情報を提供することです。その他、日本の自治体からの視察訪問の依頼を受け、適切な団体を提案し、代理でアポイントメントを取ります。駐在員の日本人スタッフのサポートすることもあります。ちなみに私は中国系イギリス人ですが、よく日本人に間違われます。なのでたまにスパイかと疑われますが、ご心配なく私はスパイではありません。さて本日のスピーチでは2つのポイントがあります。1つ目は、日本語ができるイギリス人は日系企業にどのように貢献できるのか。2つ目は、国としてイギリスは日本にどのように貢献できるのか。それではまず1つ目のポイント、日本語ができるイギリス人はどのように貢献できるのかについて話しますが、日本語ができるイギリス人は言語だけではなく文化的な側面をはじめ、さまざまな形でチームに貢献することができます。多くのイギリス人にとって自分が出会った日本人は日本のイメージとして印象付けられることから、このサポートを通じて人間関係を円滑にすることは、ひいては国と国とのビジネスの窓口にもなり得ます。それでは私の経験談を含め詳しく説明させていただきます。外国語を勉強する際には言語だけではなく文化も学びます。お疲れ様です、よろしくお願いいたしますなどの表現をはじめ、先輩後輩などの、上下関係やストレートに断らないことなど、ヨーロッパにはない慣習がたくさんあります。日本で働いていた時にはとても重要なことでしたが、現在の職場では日本の文化を理解した上でイギリスの文化を説明することが求められます。例えばネットワーキングの文化、日本の場合名刺交換だけで終わることが多いですが、イギリスではネットワーキングイベントが多く、上下関係を気にせずにいろんな人と情報を共有したり、新しいコネクションを作る機会がたくさんあります。うまくネットワーキングができないと多くのチャンスを逃してしまいますので、日本の自治体の訪問者から日本の自治体の方や日本人スタッフにこの重要性をよく強調します。これまでいくつかの国際的な会議に参加したことがありますが、多くの日本人、訪問者がほとんど誰とも話さずに日本人だけで固まっていました。私の経験上、このようなイベントでは日本にとても興味を持っている人が多いのにもかかわらず、誰とも話さないのは非常にもったいないと思います。このような場で日本人の方々がネットワーキングを積極的に行わないのは、日本とイギリスの文化が異なるからだけではなく、英語能力に自信のなさにもその原因もあるのではないでしょうか。この問題を解決するため、私は日本人スタッフに言語面でのサポートを行っています。東協会ではなるべく英語でコミュニケーションをするというルールがありますが、英語に自信がないスタッフもいます。同僚の英語能力を向上し自信を持ってもらうため、
ネイティブらしい自然な英語の表現を教えたりしています。日本人スタッフの英語が上達していくと、職場内だけではなく仕事相手であるヨーロッパの自治体の職員とのコミュニケーションも円滑になり、結果として業務全体の質の向上につながると考えています。次に2つ目のポイント、国としてイギリスはどのように貢献できるのですか、できるのかですが、イギリス人スタッフの協力と情報共有があれば、日本人だけでは解決が難しい問題を乗り越えることができ、互いの成長につなぐことができます。 EU からの離脱により日系企業を含めた多くの企業関係者は、ビジネスはどのような影響を受けるか不安を感じていることと思います。在英日系企業は他の EU の国に移転することも予想されており、日英関係が弱くなることも懸念されています。しかし、たとえイギリスが EU から離脱しても、日本とイギリスの両国にとってお互いの力が不要になるわけではありません。東協会の業務を例に挙げれば、2019年のラグビーワールドカップや2020年東京オリンピック・パラリンピック開催を向けて、日本の自治体をはじめさまざまな団体が準備を進めています。ご存知の通り、イギリスは最近の開催国ですので、情報収集を目的としてイギリスに訪問する団体が増えています。バリアフリー対応やトレーニングキャンプ地など、そしてその後のレガシーなどを参考にし、大会を成功させるためです。当然、一方的な協力だけではなく、イギリスの企業も東京オリンピック・パラリンピックの成功から利益が得られます。具体的な例として、イギリスのサイバーセキュリティシステムが東京オリンピックに導入されることになりました。その他にも教育や福祉、観光などさまざまな分野における課題を対象に課題に対応するため、日本の自治体はイギリスの情報を求めています。両国の関係を深めることで新しいビジネスチャンスにつながる可能性もあるため、今後もお互いの連携が不可欠です。イギリスが言い換えればイギリスが EU を離脱した後でも、イギリスと日本の絆は変わることはないでしょう。スピーチを終わる前に伝えたいことがあります。日系企業の皆さん、どんな作業をするときも、なぜと自分に問いかけてください。より良いやり方、あるいは今まで気づいてなかった問題があるかもしれません。また人によって考え方ややり方が異なっていたとしても、必ずしもどちらかが間違っているわけではありません。グローバルレベルで成功するためには、多様なバックグラウンドや異なる考え方を持っている人に意見を聞くことが重要です。そして、日本語を勉強している学生の皆さん、あなた方は将来日本とイギリスの架け橋になる存在です。私が今まで携わった仕事では、日本よりイギリスについてたくさん勉強し、人に伝える必要がありました。日本についての勉強ももちろん重要ですが、世界についての幅広い知識を持って、自分を取り巻く環境や文化など全てのことを学び続けてください。それは必ずあなたの大きな強みになります。一生懸命頑張ってください。
以上でスピーチを終わります。ご清聴ありがとうございました。ビクターさんありがとうございました。確かにこうやって日本語でスピーチされているとお顔も日本人とほとんど変わらないので、とお仕事柄もやはり日本人の方と接することも多いと思うので、おそらく日本人と思われることが多いと思いますが、はい、それがゆえにご苦労とか困ったことありますか？困ったこと特にはないんですが、そうですね、私は、まあ、日本語は一応ある程度話せますが、コミュニケーション、他の日本人同士でコミュニケーションするときには特に問題なくて、でいきなり実は中国系イギリス人ですからでリアクション反応はびっくりしたはよくありますが、またはあれビクター中和ってハーフですか、でその時はまあ背景説明して、でじゃあ中国人ですかって、まあパスポートは、まあ、イギリス人ですが、で中国語なか逆に困ってることは中国語あまり喋れませんので日本語より中国の方が、もっと頑張らないといけないと思いますが、はい、でそれは一番困ってることです。はい、ありがとうございます。スピーチコンテストで皆さんいろいろね考えてらっしゃると思うんですが、はい、特に注意しようと思ったことは達成できましたか？今回は仕事に関してですか？今回のスピーチコンテストで何に注意してやろうと思いましたか？はい、今の職場ではよく日本のやり方、さっきのスピーチQ&A 聞いて、日本のやり方かイギリスのやり方、また他のヨーロッパのやり方より、これが日本に限らず、いろんな国が、考え方が違って場面によってものが違って、で伝えたい、注意したかったことは間違っている間違ってないはそれは場面によって違います。でそれは伝えたかったです。はい、ありがとうございました。スピーチで2つのポイントよく分かりました。最初のですね、日本最初のポイントで日本人はネットワーキングがすごく下手であると、でパーティーに行ってもパーティーとか会議に行っても他の人とあまり喋らない、でこれはもしかしたら言葉の問題があるんじゃないかという話でした。言葉だけの問題ですかね、なんか日本人のメンタリティーのこともあるんじゃないですか、ね、文化言語の面もありますが、よくシャイですからネットワーキングできません。でも文化の面もあります。例えばイギリスの場合は上下関係がそんなに関係なく気楽に 誰でもと話しますが、日本では例えば部下と例えば社長がその話し合いは部下のアプローチはちょっとその人と名刺交換はちょっと難しいんですので、それぞれ引いて、その上下関係の面もそれもあると思います。上下関係を外国人との間にも持ち込むということですかね？私の挙げた例は日本からの訪問者ということは、日本でいつも日本でのネットワークのやり方の頭の中にそれがインプットで、他のやり方は考えたことないの で他の人見てなんかおこの人と話してもいいかなって、例えばこのバッジで、ダイレクターなんちゃらダイレクター何々の会社で、あの人とちょっと難しいな、で私は実は他の同僚とネットワークイベント行って、そういう同僚が日本人スタッフがこの人とアプローチしてもいいかなって、私はいや大丈夫ですよ、気楽に名刺交換で、でその時は日本の話のいっぱいして、だからそれはまずは上下関係をなしにして、ただ人と人の考えとしてそれだけをそのメンタリティをキープした方がいいと思います。なるほどね。あとナンバー2のポイント、2番目のポイントで、イギリスが日本に影響するというか助けられることがということで例を挙げたのがラグビーとかオリンピック、いずれもスポーツなんですけども、はい、他に何か英国が日本を助けられるというかありますかね？
英国、まあ、英国、まあ、英国含めたヨーロッパがいくつか の、 例があります。私はこれは仕事でこういう情報を伝えてもいいかどうかちょっと心配していますが、一つは例えば教育、例えば日本の、小学校で、小学5年生6年生が英語の教育の、 話題が日本で結構あります。で、例えばスウェーデン、オランダ、他のヨーロッパの国がどうやって英語を教えるか、でまたはその教師の仕事量がものすごく大変で、なぜイギリスがこんなに夏休み取れる、日曜日も仕事なしでリラックスできる日があって、そういうような情報共有もあります。わかりました、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。